ちは。最近痛風がちょっとやばい高齢者 YouTuber の田中恵美です。こんばんは。ということでですね、今日は福島県福島市にありますミュージックバー時代屋2さんに来てます。ということでですね、ここはどういうお店かと言いますと、木がたくさん置いてありますけれども、お客様がこう自由に弾き語りができるお店でございます。フォーク酒場とかね、そんな感じですね。ギターが今 ね、バンドの練習なんかされる方も多いです。大きさで、こういったね、歌本とかありますんで、ね、歌詞見ながら、弾き語りが、これはピアノですね。雰囲気のお店ですけれども、東北復興応援ライブ、いろんなイベントを食べ物も結構あります。これね、お通しです。今いただきました。まず一杯ね、いただきたいと思います。うまい。店長、こちらのお店はもう何年ぐらいになるんですか？ここに始まって2007年だとか、10年ぐらいにはなるんですけど、こういう形態になってからは7年間。結構ね、長くやってらっしゃいますね。素晴らしいです。全国各地から出張の好きなサラリーマンの方で、そうですね、私も今日ね、千葉から来たんですけれどもね、のこのこと青春18切符で参りました。私、1年2ヶ月ぶりの時代屋シーズン2さんでございます。ということでね、居酒屋の歌を歌います。居酒屋いらっしゃいませ喜んでという曲です。Come on.
か。お待たせしました。あります素敵なミュージックバー時代屋シーズン2さんにお邪魔しました。楽器弾けない方でもですねマスターが伴奏してくれますのでカラオケとはちょっと違うね歌の世界を楽しみたい方はぜひね福島にお寄りになったらですねこの時代屋シーズン2さんに遊びに来てください。できれば木曜日に来てくださいという厚谷くんがいます。はい、ということで本日のエミリチャンネルでした。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。またねー YouTube でしょうか。ありがとうございました。